今月1日、敦賀駅西地区の複合施設オッタが開業1周年を迎えました。16日は1周年を記念したイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。敦賀ポルトスクエアオッタは来年3月16日の北陸新幹線敦賀開業を前に、敦賀駅西地区に昨年オープンした複合施設です。ホテル、飲食店、土産物店や子育て支援施設が整備されており、エリアの中核施設の一つである知育啓発施設知恵並木は、本屋でも図書館でもない新しい知の拠点をコンセプトとした全国初の公設民営書店となっています。この日は開業1周年を記念したイベントオッタファーストアニバーサリーフェスタが開かれ、多くの人でにぎわいました。施設中央の駅西広場公園に設置されたステージでは、ダンスやフィットネスを通して健康づくりをサポートする NPO 法人 JB スタジオの子どもたちによるダンスパフォーマンスや、敦賀の民謡の保存継承を目的に活動する高校生の NPO 法人とても敦賀好き好きによる民謡踊りなどが披露されました。ステージの周辺にはスイーツショップや服飾雑貨を取り扱う出店、スーパーボールすくいなどの遊びのコーナーが並び、来場者が買い物を楽しんでいました。午後には米沢市長が会場に駆けつけ、オッタの開業1周年を祝いました。今私ちょっと手元にデータあるんですけれども、開業から1年を迎えて知恵並木が約30万人も人が入ってきているということ、それからこのオッタ全体ではもう70万人の人が入ってきていただいている、ご来場いただいているということで、これ予想より もう全然多くて、本当に大勢の方に来ていただいて楽しんでいただいているということを嬉しく思っています。今度北陸新幹線、来年の3月16日に、敦賀開業ということが決まりました。で、こうやって敦賀開業しますと、ますますこのエリアに市内外から人が集まっていただけるんじゃないかなというふうに思っていますし、この駅前、このオッタ、ここをスタート地点にして、どんどんこの駅前の商店街とか、それから本町の方とか、もっと言えば京浜神宮の方、神楽の方っていうふうに、どん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 人が歩いていく、流れていく、そのスタート地点になってくれればな、そういうような街づくりをこれからやっていけたらなというふうに思っています。このオッタ、ここを拠点にして、敦賀のにぎわいづくり、これも頑張っていきたいなというふうに思っています。続いて知恵並木の来館者30万人達成を記念したセレモニーが開かれました。30万人目の来館者となったのは、敦賀出身で現在は京都に住む大学生の佐藤由香さんです。米沢市長から佐藤さんに記念の目録が手渡されました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。知恵並木の店長笹本さゆりさんはこの1年を振り返り、この施設は地元の方が市外や県外からやってきた人を連れてきてくれることが多い、地元とのつながりが深くなると同時に誰かに紹介したくなる場所になってきていると話し、次は新幹線開業に向けて地元の方と敦賀を訪れた人をつなげる場所にしていきたいと意気込んでいました。